渡らせ、京国鉄道渡らせ京国線。渡らせ京国線とは、群馬県桐生市の桐生駅から、栃木県日光市のマト駅に至る渡らせ、京国鉄道が運営する鉄道路線。旧国鉄特定地方交通線の東日本旅客鉄道、JR 東日本が足尾線を引き継いだ路線である。通称は、渡系、渡鉄、古称も参照。 渡瀬渓谷線は路線名の通り、渡瀬川上流の渓谷に沿って走る。ディーゼルカーが何度か渓谷を渡りながら谷筋を遡り、特に初夏の新緑と秋の紅葉の風景が絶景とされる。ハイシーズンにはトロッコ列車が運行され、風に当たりながら渓谷美を堪能できる。一方、最上流部の足尾近辺では、過去の歴史的な高毒被害、 足尾高毒事件参照の影響により未だには山が連なり遺憾を停している。銅山観光で訪れる観光客も多いが日光側から舗装峠を経て足尾を訪れるハイカーもいる。2008年7月23日に上寒梅駅本屋などが2009年11月19日には神戸駅本屋や浄化トンネルなど37件が 国の登録有形文化財に登録された。桐生駅が始発駅で JR 両毛線と共用し、業務は JR 東日本に委託している。桐生駅を出てからは両毛線と線路を共用20戸籍区間し、1 9トル先の下神殿信号場で両毛線から分岐し、足尾方面に向かう。分岐して最初の駅、下新田駅は、 同鉄道の中では一番新しい駅であり、JR 高崎支社の職員訓練施設や引き込み線などがある。駅を発車し、両毛線から離れると、左側から、東武鉄道気流線と合流し、アイ駅に到着する。東武伊勢崎線浅草駅から直通する特急、両毛の停車駅であり、渡瀬渓谷線との乗り換え駅でもあるため、乗り換え客が多い。また、リキシルや、 国楽ラッチなどの工業企業もあり、通勤で利用する人もいる。この先より、国道122号線に、ほぼそう形で、気流市あよい,い町の住宅地を通り、工芸電鉄のガード下を潜り、運動公園駅を経て、大まま駅に到着する。大まま駅は、道鉄道の中心駅である。近くには、歌舞伎舞台のある、長め予興場があり、過去に、歌舞伎が行われた時、 大勢の見物客が大間ま駅を利用した。渡らせ、渓谷鉄道の見どころは、大間ま駅を出発して、七曲の K と呼ばれる、渓谷から始まる。この渓谷は、国道122号の地点から言えば、大間ま警察署あたりで、福岡大橋の場所から、対向車注意など、運転者に注意を促す、電光掲示板があるあたりまでである。この間に三つトンネルがある。 国道にはない。次の上看板駅は国の登録有形文化財に登録された木造駅舎で旧事務所にカラオケ教室がある。川の対岸の断崖のところに京都木船に本社のある木船神社がある。上看板駅を発車して次の元宿駅を過ぎると古瀬石渓谷と呼ばれる渓谷を通る紅葉ポイントの一つで鉄道、国道から見ることができる。 位置は、城下トンネルあたりで、近くに処刑場があったとされ、今でも、幽霊の出るスポットとして知られており、国道のトンネル付近に供養塔がある。中間の水沼駅には、温泉センターが併設されている。畳敷きの広い休憩所があり、近所の人や配管がくつろいでいるほか、観光客が訪れることもある。緑市東町の最初の駅、花輪駅には、同様の父 石原はサブローの出生の地であることから、彼が作詞した、同様、ウサギとカメの歌に登場するウサギとカメの石像があり、列車が通る時には、同駅のスピーカーから、ウサギとカメの曲が流される。列車は警告に沿いながら、中野、小中の両駅に停車し、次の神戸駅に到着する。神戸駅構内には、 元東武鉄道の特急車デラックスロマンスカー1720系2両を利用した列車のレストラン、清流がある。また、富広美術館は神戸駅から緑市営バスで結ばれており、渡瀬渓谷線を利用して訪れる人も多い。神戸駅を出ると列車は草木トンネルに入り、トンネルを通過した後すぐに草木湖を渡り、右岸から左岸に変わって沢入駅に到着する。 沢入駅から先の足尾方面は急カーブや急勾配が連続する区間であり、列車はゆっくりと景色を見るのには十分な速度で走る。時々野生動物が線路のそばにいることがある。三つ目の笠松トンネルで群馬県から栃木県に入る。そして足尾市街に入り、銅山の施設跡をたどりながら通り道駅、足尾駅、そして終着駅、マト駅に到着する。 桐生駅から出発して約1時間30分の所要時間で到着する。2007年頃から車内放送が更新され、桐生駅や大間駅などの各主要駅には発車直前に発車の知らせや発車音が追加された。音は電子ブザー音に似ている。おおむね1から2時間に1本程度の運行で、桐生駅、松ト駅間は1日11往復が運行される。 桐生駅、マト駅間の全線通し、下りの21時台のみ、足尾駅の運転と桐生駅大間ま駅間の区間列車が主で、朝5.6時台の下りと夜21時台の上りに、足尾駅、マト駅間の区間列車が設定されている。沿線で祭りが開催される日は、桐生駅、水沼駅間及び桐生駅神戸駅間に臨時列車が運行される。また、 大晦日には、初詣列車として、気流駅上間売駅間に一往復運行される。2006年3月17日までは、運行本数が多く、朝に神戸駅折り返しの列車があり、最終が21時台の終わりに設定されていた。ワンマン運転を実施しているが、平日朝の列車の気流駅大間ま駅間、休日などの日中の列車などには、 多くの乗客に対応するため車掌が乗務する。ただし、車内補充券は、朝の場合は取り扱わず、日中の時間帯のみ取り扱う。ワンマン運転時で2両編成の場合、大間駅より先は2両目の乗降口は、締め切りとなり、1両目のみ乗降が可能となるが、車掌が乗務している列車で車掌が2両目にいる場合は、2両目も乗降が可能になる場合がある。 団体客貸切りの場合や、大間駅で切り離す場合、始発の起流駅から一両を締め切りにする。団体で貸切列車を利用する場合、トロッコのダイヤで運行する場合を除き普通列車に連結されて各駅停車運行される。先頭、または最高尾車両のみ、一般の乗客が乗車できるようにして、他の車両は専用列車として貸し切られる。 トイレのある車両での運行を基本としているが、一両編成の時はトイレのない車両で運行することもある。二両編成運行時には、一箇所、または二箇所ある。トイレの場所は、一番前の右側のドアの横、足を方面運転席の近くにある。推薦式。営業時間内の大間ま駅以外のすべての駅で、運賃は、車内生産となる。あらかじめ、 運賃箱にある両替機にて両替をし列車遅延の原因にもなるため車内放送にて降車直前の両替はしないように注意がそくれる。両替ができるのは乗務員のいる運賃箱のためワンマン運行時は進行方向の1行目の運賃箱のみだが車掌がいる場合は2行目も利用できる。渡瀬せ警線の乗車券切符を持っている場合は 友人駅に限り開けてある最寄りのドアから降車できる。ただし、桐生駅の場合は、JR が管理する駅であるため、運転士のいるドアから乗車券を見せて振り、窓口改札にて切符を渡す。1998年10月10日から不定期で、あるが、トロッコ列車、トロッコ渡らせ警告号が運転されている。2012年4月1日からは、 自走式のトロッコ機動車 WKT-550 型によるトロッコは C5 も運されている。国鉄時代は本数が少なく最終列車も早かった。大間駅や潮駅間で運行される渡らせ、渓谷鉄道の観光列車である。渓谷の自然を満喫できるだけでなく、草木トンネルを通過するときは車内イルミネーションが点灯され、 旅を楽しめるような工夫がされている。往復の場合、折り返しまでの時間に少し余裕があるので、通り道駅を利用して、足尾道山観光の行動見学もできる。運行時期は4月下旬から11月までの間の土日祝日で、当期は運休1ヶ月前から乗車予約できる。キ留駅では、渡らせ、渓谷鉄道は一番線のみの仕様であり、 また、マト駅でも機関車の付け替え、着回しができないことから、付け替えができる、大間間駅から、足尾駅間での運転となっている。なお、紀流駅大間間駅間は、普通列車が接続している。2008年9月の土曜日に限り、下り列車のみ走路発で運転された。これは、特急、両毛を利用した乗客が、トロッコ列車に乗り換えるためには、愛、老駅から、 大まま駅まで一度普通列車に乗り得なければならないことから愛イ駅で直接接続できるように変更したものであった。なお、上り列車については従来通り大まま駅が終着駅であった。桐ル駅の時刻表には大まま駅からのトロッコ列車乗り換えの案内はされていない。桐ル駅十時三十一分発の臨時列車大間ま駅がトロッコ列車に接続する。 大間ま駅10時47分に、トロッコ列車は大間ま駅10時54分発、時刻は2015年3月14日改正のもの。春や秋の紅葉シーズンにはそれまでのトロッコを渡らせ、警告後のみでは乗客がさばききれなくなっていたため、2012年4月に新たに運転を始めたトロッコ列車である、WKT-550 系機動車を使用し、 まわしが不要となったことで、紀流駅から麻藤駅までの全区間同士での運行が可能となっている。また、当機には窓ガラスを取り付けることによって、通年の運転も可能なっている。足尾銅山から算出される鉱石輸送のために、足尾鉄道が付設した路線である。足尾鉄道は、資本金200万円。 総株数4万株のうち2万100株を古川虎之助が引き受け社長は小賀会社幹部の近藤陸三郎が就任た。開業にあたって、汽車製造に注文していた蒸気機関車4両の完成が遅れたため急遽、国鉄に払い下げを願い出て、機関車1両を確保し、客車は南海鉄道から電化により余剰となった。 木製二軸客車八両を譲る気貨車二十七両で開業に間に合わせた。鉱石輸送は国策上重要であったことから一九百十三年には前線が国によって借り上げられ、一九百十八年には買収、国有化された。最盛期には日本国内の銅産質量の四割を占めた足尾銅山だが資源の枯渇により一九百七十三年に閉山され、 その後も輸入鉱石の精錬が継続されたものの、1986年には、それも縮小され、足尾線による鉱石、精錬用の硫酸の輸送も廃止された。銅山の衰退と補調を合わせるように、足尾線の輸送量も減少を続け、営業係数は677に達し、1980年の国鉄再建法施行により1984年に、 第二次特定地方交通線に指定。1989年に渡らせ、京国鉄道に転換された。マト駅や潮本山駅、上戸駅、現、神戸駅から、草木駅、沢入駅以下の施設が国の登録有形文化財に登録されている。渡らせ、京国鉄道は開業以来赤字に悩まされ、続けており、基金も2003年に尽きたことにより、 近年はたびたび損賠問題が取り沙汰されている。ただし、2007年5月28日の渡瀬・せ、渓谷鉄道再生協議会の総会で、以前は赤字補填のための税金は注入しないという態度を貫いてきた群馬県が、省力化やサービス向上などのために、近代化設備費補助として支援するとの考えを示した。同鉄道はいくつかの増収策を実行してきた。 その大きなものとして2005年9月に発売された渡らせ夢ニップが挙げられる。金額は1万円で1年間全区間上高自由で乗り放題というものであ、導入には賛否両論があった。従来の通勤、通学用定期代よりもはるかに安価となることからかえって減収を招き2006年9月限りで発売中止となった。 スイカパスモなどの IC カード乗車券では利用できないため、気流駅では一度改札を出て乗車券を購入する必要がある。アイロー駅では東武線から乗り継ぐと、足尾方面行きホームには出口、入り口そぞれの専用のタッチ式簡易改札機がある。気流方面は改札口にタッチ式簡易改札機があるので、そこで処理する。 足尾方面域のホームでタッチした場合、整理券を取って、校舎駅にて、車内生産となる。取るのを忘れると、気流駅からの運賃を生産することになる場合もある。また、気流対象廊館を IC カード乗車券で乗車してしまうと、渡らせ警線の運賃が適用されず、JR と東武鉄道経由で運賃が生産される。IC カード以外でも、 JR の規格乗車券も使用することができない。ただし、一旦改札を出なくても利用できる乗車券に限り、紀流駅、走路駅で乗り越しした照明、JR、東部の乗車券さえあれば、降りるときに乗務員、駅員に渡して、乗車区間の運賃を生産することそのまま乗り換えができる。1枚大人1,850円、小九9 3 0円で、 購入日当日に限り渡らせ警告線を自由に乗り降りできる。JR 紀流駅窓口、曹老駅、大間ま駅、通り道駅で販売している。また、水沼駅温泉センター入館料、陶器と領館所の館、富広美術館入館料に割引の特典がある。県の表面には、沿線の風景や写真などが印刷されている。全区間往復利用の場合、 片道1110円で、往復2220円のところ、フリーギップを利用すると差額が370円で、安い。トロッコ渡らせ渓谷号の不死で前述したように、トロッコ列車などの臨時列車でも利用できる。この切符も、同鉄道で扱われる他の切符と同様、自動改札機は通過できないので、友人の窓口を通る必要がある。 渡らせ警告線内で取り扱われる切符は、気流駅で扱う切符もしくは、東武鉄道の各駅、愛老駅経由の自動券売機で発行される切符を、除いてすべて、裏が白い肘機券であるため自動改札は通過でない。入場のみ通過できる。大間ま駅や愛老駅にある自動券売機で、連絡乗車券を買い求め、JR 線、東武鉄道に乗り換える場合も下車する駅の、 自動改札を通過できないので、駅員のいる窓口から出る必要がある。上り列車利用の場合では、時期券の切符、東武鉄道からの乗り継ぎでも、自動改札による入場処理のされていない切符は通過できない仕組みになっている。なお、ソウル大間間、水沼、温泉センター内、神戸の自動券売機設置駅には必ず注意書きが記されている。また、 階段を降りた1階のところにもポスターで案内されている。桐生駅の自動券売機で扱う切符で、渡瀬渓谷線は下りのみの扱いであるため、往復乗車券は購入できない。国鉄足尾線時代の1977年5月28日、気候作家の宮脇俊造がこの路線を最後に、国鉄前線環状を達成した。著書。 時刻表を2万キロにその天末と乗車機が一章を裂いて記述されている。宮脇が最初に足尾線に乗車した際は前線環状を起とする前であり、マトの一駅前の足尾までしか乗車しておらず、最後の一駅の区間のみを乗車するために再度足尾線へ乗車することになった。日本全国に散在した未乗車区間を会社勤めの間を縫って、 週末や年末年始の休みを利用し地域ごとに潰していった結果、宮脇の居所である東京から近く、かつ近傍に未乗車区間のない足尾線が偶然最後になったものであって、足尾線が最後になったのは必ずしも本意ではなかったと心情をとろしている。2003年に宮脇が亡くなり、同年6月1日にマト駅で追悼行事が行われた際には、 宮脇先生追悼号という臨時列車が特製ヘッドマーク付きで運転された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。